レースのように滑らかに添えられるクリーム、チョコレートのソリにサンタクロースが乗ったクリスマスケーキです。本格的な肉料理を堪能できる華やかなおせちも。札幌市内の商業施設でお正月用のおせちとクリスマスケーキがお披露目されました。今年のクリスマスケーキ、一つ目のキーワードは地産地消です。岩見沢市の洋菓子店が手掛けるこちらのケーキは、小麦や卵、トッピングのいちごまで道産を使用しています。まさに北海道のパティシエが作る北海道限定のケーキです。北海道にはきっともっと美味しいものこんなにあるんだよっていう、皆さんにも北海道の原料で作った美味しいケーキを食べていただきたい。2つ目のキーワードは物価高です。ミルクチョコレートといちごのタルトにリンゴのフロマージュなど、一つのケーキに4種類が集まりました。原材料費の高騰でケーキの価格が上がる中、一度に4つの味を楽しめることが魅力です。まずはミルクチョコレートのタルトからいただきます。チョコレートが濃厚でしっとりしています。続いてリンゴのフロマージュをいただきました。さっきのタルトとは全く違う食感でふわっとしています。チーズのコクとリンゴの甘さが相性抜群です。色鮮やかなおせちにも道産食材の魅力と幅広い世代が楽しむためのアイデアが詰まっています。柔らかく調理した道産の牛肉などボリューム満点のこちらのおせち、和風の料理と組み合わせることで子どもから大人まで家族みんなが満足できる内容になっています。しっとりしていてすごく柔らかいです。本格的な肉料理をおせちで楽しめるのはとても嬉しいです。おせちというよりはなんかそのオードブルに近いような、おせちとなると硬いイメージになっちゃうので、そこはちょっと崩しながら家族で召し上がっていただけるような、味はすごいバラエティ豊かにしている感じです。物価高騰の中でもクリスマスやお正月を幅広い世代が楽しめるように、多様なニーズに応えるための工夫が広がっています。